これはどんな感じですか？これね、一番新しいの超ギリギリにしようと思う。へえ。これは1枚、これ地とあれが逆転してこっちが下にある。はあ、どうやってやんの？マスキングだけど。こんな形にマスキング貼ったの？そう。デザインを取ったんで。トランプの人？そうそうそう。他のさ、なんか参加者とは喋ったの？喋、うん、ったよ。なんか仲良くなっちゃった。仲良くなっちゃった。仲良くなっちゃった。すごい平和だったんだから。バトルが始まるかと思った。あ、ホルミンの関根さんです。どうも。あの、ヒューマです。なんか YouTube を、はい、顔出し元気になる。モザイクかけてきます。この辺ボワボワで食べてますよ。お持ちになりました？あ、それ持ってないです。持ってください。あ、ありがとうございます。はい、今日も持ってます。食べします。ユイデッセンスも何も変わらず。私が使った画材はどれでしょう？どれだ？こちらになります。おこちらのやつをでかいボトルでいっぱいいただきました。最高だね。ベルビーが試せるのはめったにないんです。そうなんですか？これめちゃめちゃ油くっそ高い。くっそ高い。じゃあこれ試したい。ぜひぜひ。油かかれます？いや、昔多少、はい、受験の時に。ぜひぜひ。うちの一番高い絵の具の次に高いやつ。すごい。箱の線ももちろんあるんですけど、ああ5万くらいします。やりたい、やりたいです。撮って。撮って。YouTuber だから。オンライン限定のパールホワイトを試せます。井上さん試したっけ？試してないです。油やらないからあれか。でもそうなんですよね。真っ黒すぎる黒も試してみ。あ、それやってみたいんですよね。土曜に発売されたばっかりです。それなんか今オンライン限定ですよね。はい、オンライン限定です。すごい、はい、黒すぎる黒。それは気になる。私もやりたい。ちょっと
これなんか固定できないの？確かに固定できた。YouTuber のなんか R ホワイトって元々あの。やってきます。現代だな、現代っ子だな。ワールドワイドでやってきます。お、あすごい、どんどん足していけるんだ。やばー。試した方だ。みんながでも あれなんかみんな角からしか書いてない。これ画角どのくらいなんだ。結構低めだよ。はいはいはい。このぐらいだ。じゃあこれに足していきます。足していくのいいな。姫さんとヒグマが喋ってくる。ちょっとなんかこれって混色とかできるんですか？できます、できます。ただあのパール色なので、はいはい、あんまりあの不透明系の絵の具だとパールの良さがなくなってしまうので、はいはい、これあの、透明色。FT 俺も欲しい金、建てたい車庫のビル、高層ビルより高い理想、二言校より偉い思想、自分に質問健康だな、気分上げる偉い自分、インテリぶってる偉い自分、金で買いたいもの。